アイテム番号 SCP-100JP オブジェクトクラスセーフユークリッドケテル特別収容プロトコル SCP-100JP はその半径 5km 以内に侵入する者がいないように常にサイト103には機動部隊イオタ8星森が駐留することになっています。いかなる目的であれ無許可でサイト103の半径 5km 内に侵入した者は即座に終了されます。サイト103の周囲には電流を流した高さ10メートル以上のフェンスを張り巡らせなければいけません。表向きにはサイト103は地下から見つかったウラン鉱脈の掘削施設として扱われます。 SCP-100JP は老朽化のため数年に一度常に補修作業を行う必要があります。作業は命綱を着用した建築の知識がある D クラス30名によって行われますが、決して彼らを屋根裏部屋に立ち入らせてはなりません。説明。SCP-100JP はメキシコ、ユカタン州のに存在する1922年に建てられた木造建築の2階建ての屋根裏部屋がある家屋です。建築された時点での所有者は、死であり、死の死後は所有者がないまま放置されていました。SCP-100JP の1階部分及び2階部分は何ら異常のない室内です。ですが2階に付けられたはしごから屋根裏部屋へと登った場合、明らかに表から見た建物のサイズからかけ離れた木造の空間が延々と続いています。この空間は完全に無重力状態かつ真空です。この空間を無人探索機を使用して探索した結果、少なくとも半径 127km にわたって空間が続いていることが確認されています。全方向にわたって木造の壁が続いており、地平線で消えていることから、この空間は歪んでいるとされています。壁を破壊する試みは事件記録100-2を受けて一切禁じられています。SCP-100JP の空間内には、木材、それは様々な家具を分解した後の廃材のように見えますを粗雑に組み合わせた直径10センチ前後の球状の惑星と、これらの木材の内側に電球を組み込んだそれよりはるかに巨大な構成が浮遊しています。木材及び電球。また電球を点灯させる電力がどこから来ているのかは完全に不明です。また、これらの惑星、恒星は簡単な衝撃で崩壊します。SCP-100JP の惑星及び恒星の状況は現在の我々の宇宙と観測する限りは一致していることが財団の天文学部門によって解明されています。また、SCP-100JP 内の惑星及び恒星に与えられたダメージは現在の我々の宇宙のそれに同期する惑星や恒星にも与えられ、壁に与えられたダメージは宇宙空間そのものに同じようなダメージを与えることが判明しています。これゆえに現在 SCP-100JP で実験を行うことは一切禁じられています。事件記録100-1事件記録100-2-3章事件記録100-1 SCP-100JP をより詳しく研究するためにサイト103に1900年月日に財団の天文学者を中心とした研究チームが入ったとき、誤って SCP-100JP の構成の一つを破壊しました。それから、年後の2000年月日に、大志座付近にある恒星が恒星寿命に関係なく超新星爆発を起こしたことが財団の天文学チームにより発見されました。それまではただの天体を模したオブジェクトだと思われていた SCP-100JP は、即座にユークリッドクラスのオブジェクトとして認定を受けました。財団が材質検査及び探査中の軽微な接触などによって破壊した惑星、恒星
の数は合計10個を超えています。幸いにして全て地球に当たるであろう。惑星からは離れており、地球人類への直接的被害はないものとみられます。事件記録1002。2000年月日。地震によって SCP-100JP の一部が倒壊し、屋根裏部屋の壁に穴が開き、また多数の惑星、恒星が破壊されました。その結果、O5 の命令によりレベル5クリアランス未満の職員には非公開。SCP-100JP が現状老朽化及び災害によって容易に崩壊する状況を鑑み、SCP-100JP はケテルクラスのオブジェクトとして認定されました。